秋篠宮さまの長女眞子さまがピアノのソロコンサートを鑑賞されました。眞子さまは14日午後2時ごろ東京銀座のホールに到着し、観客に手を振って応えられました。このコンサートは中米のエルサルバドルと日本の外交関係樹立80周年を記念して開催されました。眞子さまはエルサルバドルの民謡など12曲を鑑賞し、ピアニストに大きな拍手を送られていました。